ソベリン級、それは迫り来る防具の恐怖に対抗するべく惑星連邦が開発した最新の宇宙艦だ。西暦2373年に投入されたソベリン級は新時代のフラッグシップとして開発された。ギャラクシー級の巨大な船体設計を効率化し、さらにはイントレピッド級、アキラ級などの対防具艦隊の設計を生かして建造された。惑星連邦の領域に侵攻してくる防具集合体を迎え撃つべく、ソベリン級には多数の最新鋭装備が搭載されている。そのエレガントなデザインは惑星連邦の中でも有数の美しい艦と言えるだろう。全長 685.3m、 全幅 250.6m のソベリン級は細く被弾面積を最小限に抑えた優美なデザインだ。円形の操作セクションは細長で、スタードライブセクションと接合され、宇宙艦隊の弱点であったネック部分を最小限にしている。また艦の防御フィールドを司るディフレクターシールドもアキラ級のように艦隊の中に埋め込まれており、最大限の防御力が発揮できるようになっている。対防具戦闘用のノウハウが生かされたソベリン級は、西暦2372年、ネームシップである USS ソベリンとして就役した。対防具艦隊として開発されたソベリン級は、歴代のフラッグシップ艦と比べ先進的な武装を大量に搭載している。12機のフェイザーアレイを船体各所に装備、さらには強力な威力を誇る最新装備、量子魚雷ランチャーを1機、加えて合計5機の光子魚雷ランチャーを装備している。特に速射型の量子魚雷は高い威力を誇り、他のスターフリート艦隊と協力して火力を集中すれば、巨大な防具キューブすら破壊できるほどの威力だ。さらには後年武装が追加され、4機のフェーザーアレイと光子魚雷ランチャーが追加されるなど、他のスターフリート艦と比較して破格の装備を持つ。また搭載するディフレクターシールドも防具の攻撃に耐えるべく強化されており、装甲表面のアベレーティブシールドと合わせ二重の防御システムを持っている。高威力の武装を取り揃えているソベリン級だが、本艦はデファイアント級のような純粋な戦闘艦ではない。惑星艦航行、科学調査、宇宙探査のミッションも請け負うべく、合計858名のクルー、24のデッキを搭載している。デッキ1にはコマンドブリッジや観測ルーム、デッキ2にはクルーの居室、デッキ3から9には科学ラボやシャトルベイ、コンピューターコアなどが設置されている。またさらには近隣の宇宙空間を分析するためのアストロメトリックラボも搭載している。またソベリン級の推進システムも優れており、ワープ8を叩き出すことができる。これは光の速度の1024倍の速度での移動が可能ということを意味しており、後年のソベリン級はワープシステムが強化され、最大ワープファクター 9.995、 すなわち高速の3000倍のスピードをマークした艦も存在する。ソベリン級は戦闘に不向きであったギャラクシー級に代わり、惑星連邦のフラッグシップとして活躍した。ソベリン級の中で最も有名な艦といえば NCC-1701E、 USS エンタープライズ E だ。ジャンリュック・ピカード艦長によって率いられたエンタープライズ E はセクター001の戦いに投入され、地球を防具の魔の手から救い出した。さらには巨大艦シミターと交戦し、惑星連邦を救う活躍もした高名な艦と言えるだろう。ドミニオン戦争ではソベリン級である USS ソベリン、USS アークロイヤル、USS デスティニーが活躍した。ソベリン級は25世紀初頭まで運用されていたが、徐々に後発のプロメテウス級やジェンヘイ級などにその立場を譲っていった。ソベリン級、それは完成されたフラッグシップ艦にして惑星連邦の新たな時代の担い手だった。防具の進行を防ぎ、惑星連邦の宇宙探査と友好の輪を広げていく活動の守り手として、この宇宙を駆け抜けていったのだ。エンタープライズの名とともに。以上がソベリン級の解説でした。さまざまなエンタープライズがスタートレックの世界では登場してきましたが、皆さんはどのエンタープライズが好きですか？またスタートレックを知らない人からしたら結構特徴的なデザインだと思います。ぜひソベリン級のデザインの感想を聞かせてくださいね。私が一番好きなエンタープライズはコンスティチューションとソベリンですかね。最後まで見てくれてありがとうございます。今日のような動画をもっと見たいと思ったら、ぜひ LIKE、コメント、チャンネル登録お願いします。それでは次の SF でお会いしましょう。